違う。今日の私はどんな雰囲気かわかるかな。誰をイメージしてるかわかるかな。いや、全然わかりませんけど。今日ね、バッチリイメージできてんのよ、私。ほう。霊光波動拳といえば。いやいや、わかんないです。限界師範だよ。あたしゃ。ごめんね。今日限界師範でここにやってきました。ちょっとよくわかんないですけど。緊急速報です。ごめんなさい。はい、失礼しました。緊急速報に来ました。そう。はい。今日ですね、ここショップ桑田に、はい、まあ多分今まで見たことないレベルのとんでもない生態がね、やばい。いるとのことで、はい、ちょっとね、急遽、はい、来ましたよ。来ましたね。うん。はい。なのでそれをまあ後で見る形になるんですけど、はい、まずはね、ちょっと中もね、ちょっとラインナップ変わってるみたいなんで、うんうんうん、そうだね。若干ちょっと、はい、ね。そこの部分をね、はい、見て回ってから、はい、眩しいんですか。すっごい眩しい。高校とこんなになっちゃうよ、もう限界。目、限界さ、目開けてられない。限界が限界ですか。限界、やがましい。行きましょうか。行きましょうか。はい、じゃあそれでは早速ね、見ていきたいと思います。すごいからね。ですね、うん、ちょっと心してかかりたいと思います。はい、はい、それではレッツゴー。やるよ。はい、じゃあね、まず一つ目、はい、もう気になってたのはこれなんですけど、ちょっと見せてもらいましょうよ。はい、見させていただきます。やば、すげー。やだな、綺麗、美しいよ。ね。うん、めちゃくちゃ美しい。めちゃくちゃ綺麗だね、これ。うん、この個体が綺麗なのかな。うんうん、なんかすごい綺麗、ね、色合いといい、あのバランスといい、うん、これはですね、うん、ブルーメイスター、はい、細クワガタですね。はい、これがね結構お値打ち価格でね、うん、並んでるんでね、何ペアか。本当だ。もうちょっとメスとか舐め始めてるよね、ゼリー。うん、舐めてる舐めてる、全然。そうだよね、うん、メス舐めてるよ。そう、もう即ぶりじゃないかな、これ、うん、綺麗。すごい綺麗。なんかいますか？私ね、うん、気になったここ、こっち、ここ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 ゾーン、ここゾーン、ここゾーン、ターゲットフィールドさん。そう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 、カネギエーテル見せてもらいましょう か、 いいか。ちっちゃいけどこいつの存在感はすごいよね。そうなんだよね、カネギエーテル。すごいよね。すごい、めっちゃおしゃれなんだけどね、うん、2段階みたいな感じになってる。こことね、そう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 、ここと先ま で、 でここの筋の感じとか、うん、色合いとか、あの顎のね横への張り出しとかね、結構好きなんだよね。あ、ここのね、ここのね、わかるよ、こうなってるとこね、わ、うん、かるわかる。いいね、シャレオツなんだよね。シャレオツだね、うん、でもそこそこ、うん、手出しやすい金額で、うんうんうん、お手頃ですね。お手頃で、うん、続いては最近さ見てないんじゃないかな、あんまり。おすすめですか、これは。うん、なんか久しぶりに動画に出るような気がっぽいんだよ。おお、いいね。そう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 、ほー、かっこいい。かっこいいよね、あの顎よ。うん、これは清民、清民さんですね、フォルスター清民。清民はね、ほんとかっこいいからね。うん、清民さんの成虫なんかちょっとしばらくぶりじゃない、うん、久しぶりに見た ね、 ね、うん、続いてこちらですね、さっきと似たような感じですけど、うん、こちらはフォルスター西ですね。西くん、赤みが強くて、うん、結構さっきより大きいね。大きい大きい、うんうん、ここら辺の顎の感じいいね、うんうん、日誌は本当ね人気ですから ね、 ね、どうですかこれ、綺麗、ね、二股はいいな。暑いですね、うん、
オリジナルグッズ概要欄からゴーゴー。はい、次ですね、はい、インセクトラボ虎のブースになりますけど、こちらですね、これはかわいい。すごいかわいいよね。何このバランス。ゴロファテルサンデールです。かわいい。私の方向いてくれた、ね、ゴロファってなんかね、あの、うん、胸郭が伸びてるイメージあるけど、確かに確かに、この子は頭角ですね。めっちゃ頭角、うん、この子もね、うん、今 20% オフなのでね。おお、そりゃ熱いですね。ぜひね、うん、お問い合わせいただけたらと。うん、はい、続いて、はい、こちらボクティヒネゾウカブトですね。イエイ、毛がいいね。さすが、毛がいいね。スモールメガ様ですね。お顔がいいね。可愛いですよね。この子も 20% オフで出しておりますので、お得な時にぜひですね、うん、ぜひぜひ。いつまでなの？いつまで？ゴールデンウィーク終わっても1週間ぐらいはちょっと 20% オフで出そうと思いますので、ぜひ、うん、みんな頑張れ。頑張れ。はい、はい、じゃあね、最後これもうちのやつなんですけど、こちらですね、めっちゃ綺麗じゃないですか。すごいツヤが綺麗だね。色合いなんか漆黒ツヤって感じ。そうですね、これはですね、はい、アンタイウスオオクワガタですね。かわいい、うん、チベットの、はい、なかなか希少な産地のやつですね。かわいいし綺麗ね、めちゃくちゃ綺麗で、うん、すごいムキムキしてるのにさ、可愛げがあるよね、うん、なんか。そしておとなしい、ね、挟まないもんね、うん、今にも挟みそうな位置にあるのね、うんうん、これも安くしてますのでね、はい、これがトリオでかなり安くなるそうなんで、はい、ぜひお問い合わせください。ヨネちゃん TV。 はい、実はね、はい、とんでもない生態ね、はい、もう入り口のところで通過してたんですよ。嘘でしょ。嘘でしょ。そう、今ぐるっと回ってきましたけど、はい、こちらですね、値段は見せれないですけど、あ、チラッと見ていいよ。目玉飛び出る。限界しはんの目玉飛び出る。やばいね。車変える、うんうん、全然。そう、これ何かっていうと、うん、ヘラクレストリニダデンシス、めちゃくちゃ希少なやつです。奇跡ワイルドでね、特別に見せてもらえるらしいんでね、うん、ちょっと開けちゃいましょうか。そうですね、あの許可をいただきましたので、うん、じゃあメスからいきますか。はい、うわ、触っちゃったよ。触っちゃったらもうお買い上げですけど。こちらですね、奇跡の子ですね。メスじゃ分からんね。うちらには分からん。もうこのメスが頑張ってくれないと、うん、繋いでいけないのでね。ですね、うん、手に乗せてみます。ダメです。ダメです、うん、じゃあオス行きますか。オス行きましょうか。じゃあオス行きますか。行きましょうか。こちらでございます。いやー、ちょっとなんか小刀を干しているね、うん、ね、全鏡のザラつきがすごい特徴らしいんですけど、うんうん、粉がついちゃってるけど、うん、でも確かにザラついてるね、うん、すごいチャイチーくんですけど、うん、チャイチーくんですけど、お顔が見たいんだよね。お顔が見たい。結構動くんだよね。めちゃくちゃ元気だよね。見える？おお、君がこの値段すんのかい。顔は可愛いのに。顔は可愛いのに。
飛び出るぞ。本当に飛び出るからねこれ。今まで一度も見たことないよ金額ね、うん、こんな金額、うん、すごいわ。とんでもないらしいですわこれは。すごい貴重だからちょっと。そうだね、しっかりもうまじまじ見よう。うん、裏側はこんな感じ。まあ、なんかここがちょっとモヒカンみたいに毛が生えてんだね。あ、ちょっとその横が見えないんだよ。あ、ほら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 、モヒカンだね。うん、へえ、めっちゃ可愛い。いやー、ありがたいですね。このこれはね、こんな手に乗せる機会なんてないで、うん、ないよ。手に持っちゃったらって、してます。手に持っちゃったら実はこのツーショット収めといて。もうすごいよやばい、ね、すごいね、うんうん、これもう時間かけてしっかり撮ってもいいわ。そりゃそうだよね。だってこんな動画で収めれるっていうのはね、うん、見たら見たらなんかサイみたいじゃない。おおおお、落とすなよ落とすなよ本当に。絶対無理絶対無理。確かに本当に全境はザラザラですね。確かに見えますかねこれ。見えるねこれ動画でも。分かった。すごいわ。やばいな。毛好きなんで、毛フェチなんで私は、ね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。